どうもバイクの道山真也です。はい、今日はですね KTM の790アドベンチャーというバイクをですねお借りして、まあ軽くご紹介と市場のインプレ的なものを取ろうかなと。で、790アドベンチャー、はい、KTM の2019年の新型モデルですね。で、790にはですねアドベンチャーとアドベンチャーの R っていう2つのモデルがあるんですけども、今回はノーマルの方ですね。で、まあいろいろとね R とはまあ違いがあるんですけども、シート高が830と850で調整可能なモデルで、 R が880、サスのストロークとかあとホイールベースが若干違っております。そんな感じのバイクでございます。で、個人的にですねこのバイクの大きな特徴、まず見た目で言うと、まずヘッドライトかなと。このねすごく変わった形状、あんまりね日本では見ない形状ですよね。なんかすげえトランスフォーマーに出てきそうですね。うん、こんな感じの特徴的なヘッドライトで、790のですねガソリンタンクがねすごく特徴的で、わかるかな、ここ左右にねこっちとこっち下にね振り分けられてるんですよ。低重心な車両になっております。まあ、乗り味なんかはね後で話すとは思ってるんですけど、まあ見た目のね大きな特徴はこの2つだと思うんですけど、今回はですねパニアがついております。後ろにこんな感じで行って、一応ですねキャンプツーリングの帰りに乗った車両でもあるんですけども、まあまあ一応こういう荷物も積めますよと。で、後ろにもですねパニアが積んでフルパニアにすることも可能です。はい、で液晶はですね TFT 液晶、もうフルカラーですね。最近の KTM の、はい、メーターはすげえなって本当毎回思うんですけども、こんな感じで、はい、ライドモードを選択できたり、ストリート、レイン、オフロード、ラリー、あとはねこのモーターサイクルで、はい、この辺のいろいろと電制御を調整することが可能になっております。さあそれじゃあこっからちょっと走りに行きましょうかね。はい、今790のアドベンチャー乗ってます。いややっぱねパラレルツインエンジン面白いね。キビキビ走るしトコトコ走るし、うん、ほんとねやっぱ個人的にすげえ好きだわって思います。でね、キビキビ走るとは言ってるんですけれども、俺最初にね乗った時がキャンプ道具満載だったんですよ。でキャンプ道具満載の状態で乗って、うん、なんかいまいちだなーって正直、はい、ごめんなさい思いました。でもね荷物を全部下ろして走らせたら超面白いむしろね今後ろについてるパニアもね両方外したい、そんぐらいねキビキビ走る。なんかねアドベンチャーってもうちょっと重たいかなーとか思ってたんですけど、これはねすげえ軽いなって思います。乾燥重量で200切ってますからね。まあもともとね普段乗ってるバイクが ZX14R で、まあ、結構重たいバイクなんで、まあ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 そういうのもあるけど、うん、すごく乗りやすいバイクだなって思いました。で、クイックシフターもね上下入っているんですよ。すんげー楽、俺のバイクにも欲しい。昔ねなんかオートシフターとかクイックシフターが導入され始めた頃はそんなもんに頼ってんじゃねえよとか俺思ったんですけどね、やっぱあったらね超楽って思いますもんさっきのそのガソリンタンクの話なんですけども、まあ、重心がね下に行ってるんですよ。まあだからか知んないんですけど、すんごい扱いやすいし、なんかすげえ楽だなって。なんかねアドベンチャータイプってやっぱ座高というか座る位置が高いじゃないですか。だからなんかこうパターンパターンみたいな、もうコーナーでちょっと倒したら一気にドーンっていっちゃうみたいな、そんなイメージがあったんですけど、これはないですね。まあもしかしたらね電子制御がうまくサポートをしてくれてるっていう可能性もありますけど、うん、まあ十分にあるねでもねすんげー曲がりやすいで軽いでしょ。あ、アドベンチャーバイクなんだって感じ、これがなんかねこれスロットルガバ開けしたらフロント浮くんじゃねえかっていう、そんぐらいねパワーあるもん。もちろんね俺あのフロントアップなんか怖くてできないから、うん、そんな勇気はないのでやりませんけども、うん、そんぐらい軽量でキビキビ走るバイクだなって思いました。で今回ね1290スーパーアドベンチャーの方と一緒に乗ったんですよ。うん、やっぱあっちの方がねキャンプに向いてる感じはしましたね。まあ、こっちもね排気量的には800弱あるわけだし、全然ねキャンプも行けるしロングも行けるし問題ないんですけども、まあ、どっちの方がじゃあキャンプ楽かって考えたら、まあ1290の方かなって。こっちはね近場とかね近くの峠に持ってって
なんかガンガン走らせるとか、あとはねフラットな林道もいいし、じゃ例えばじゃあオフタイヤに履き替えてそっちでもうロフロードガンガン行っちゃうみたいなオフ遊び、そんなもできるんじゃないかなと思いました。まあ、最初はね正直これ結構でかいな大丈夫かなって思ったんですけれども、やっぱねアドベンチャーバイクのいつものこと、走り出せば全然余裕っていう。まあスキーに関しては俺はつくけど、まあ低いバイクではないですからね。その辺は本当人によるとは思うんですけども、でも多分ねつま先がつけばいけるこういうバイクは、トルクも力強いので、まあなんか個人的にねトコトコ走って欲しい時にクッと、パワーをつけて加速してみたいな、そんな感じのね遊び方が面白いバイクなんじゃないかなって思いましたよ。まあやっぱね前傾のねバイクバック乗ってくからね、こういう直立というか腰が立ってる状態のバイクに乗るのはね久しぶりで若干変な感じ、まあ、たまにはねこういうバイクで遊ぶのもなかなか面白いですね。はい、今回はですね KTM の790アドベンチャーの、はい、試乗というかインプレというかそんな感じです。あなたのバイク選びの参考になればすごく嬉しいなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイクのロードの CEO でした。それでは。